張飛連は中華民国の政治家、教育者、遠尺山率いる賛成派の有力幹部の一人である。字は青、別号は熊本大。1909年、日野と取りかぬけ三次となる。賛成大学堂入学後に秘密裏に中国同盟会に加入した。侵害革命が勃発すると、張飛家も革命派として放棄に参加している。 中華民国成立後は、同郷の賛成派指導者、遠釈山により、賛成軍政府秘書長に起用された。以後、山西と特府参議、国民党賛成省等ブリジを歴任した。1914年、第二革命失敗の影響もあり、暗記省に逃れ、省教育庁で官職に就く。遠征外死後の1916年に、賛成省に戻り、県庁等を歴任した後に、 三省省立国民市販学校校長に就任、さらに教育学院を創設した。1926年秋、山西教育会長として、張飛錬は上海へ赴いた。実はこの時の張は遠釈さんの密命を受けており、同時に部下に赴いて、国民政府と縁の駅誌につき交渉している。駅誌後、張飛錬は三省省政府の校長,長長に任ぜられ、 合わせて、国民革命軍第三集団軍政治部主任に任ぜられた。1928年。同年、長飛連は、賑やか無委員会場無委員となっている。長飛連別陰1929年3月、長飛連は、中国国民党第三期中央執行委員候補に選出され、賛成省党武士動員も兼ねた。7月、河北省政府委員に任ぜられている。 1930年1月、円尺山を含む繁省解析派が北平で拡大会議を開催すると、町は組織部委員となった。しかし同年の中原大戦で円が敗退すると、町は国民党を除名され、天津に一時引退している。1931年の満州事変とともに、町比連は復帰し、翌年1月に毛蔵委員会副委員長に就任した。 1935年11月、大元水税公渉中継ベンジどころ主任に任命され、国民政府中央と遠釈山との連絡調整を担っている。戦後は、政権、雪乗りの両国民大会に代表として選出されたが、国境内戦末期に政界から引退し、北平で商売をして過ごした。中華人民共和国成立後も、張比連は大陸に止まった。 中国国民党革命委員会に所属し、北京市分史館館員、中国人民政治協商会議山西省委員会委員などを務めた。1961年1月5日、北京市にて病没。去年80、ありがとうございます。